おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。なんか入っちゃって大丈夫ですか？はい、大丈夫です。失礼します。すいません。ちょっとカメラのセッティングさせていただきます。はい、お願いします。映るのってここだけですかね？え、どうしてですか？あっちとかは映らないですか？向こうの部屋、あんまりあれですかね？そうですね、できればここだけで。なるほど。お願いします。ちなみに今着られてる服は？あ、これはリアルパジャマなんで、ちょっと怖いですね。なんか汚れたりとかしないかな。なんかその日の光で見ることがあんまないんで、夜しか着ないから。じゃあ普段これを着られて、はい、寝ていられると。寝てます。SNS とか出したりしてます？出してないんじゃないかな。あ、じゃあめちゃくちゃ初公開ってことですね。そうですね。なかなかパジャマで化粧してる状態でないので、撮ろうってならないです。ちょっと今回はおせっかいではあるんですけど、はい、家の不要品を整理してスッキリしちゃおうっていう企画です。はい。お家の掃除とか普段できてます？まあそれなりにできてる方だと思いますね。あ、じゃあもう部屋の片付けとかもしっかり？そうですね、ちょっと潔癖っぽいところもあるので、時間ができたらやるようにしてます。なるほど。ということで早速自宅スッキリ片付けスタート。まず最初は大量の洋服。これすごい量ですね。全部ですか？そうですね、ほとんど着てないんで、これはちょっといいかな。なんか普段どんな服着るとかあるんですか？普段は昔は結構フリフリ、こういうフリフリとかが好きだったんで、こういうの多かったんですけど、最近はちょっと大人っぽくしようと思って。最近は大人っぽい服を心がける森かすみ。 SNS に私服を載せればネットニュースで絶賛されるが、実は嬉しいことばかりではないそうで。私服インスタ載せたらなんかダサいって言われました。中学生みたいって言われた。流行りのファッションだったんですよ。はいはいはい。本当に流行ってるんです、韓国で。中学生みたいって一人が言ったことに、こうみんなそうだねみたいになっちゃうっていう。だから誰かがおしゃれって最初に書けば、それがそうなったりするんですよ。なるほど。だから最初に書いた人の意見、あれはって思ってます。私はいいんじゃないですか。だいぶ絞れた。洋服はこれで以上ですか？もうちょっとありますね。ちょっと剃ってきます。まだ捨てられる服があるとのことで、一旦席を離れ撮影 NG の寝室へ。確かこっちの部屋にあった気がするんですが、あれどこだっけ。あったよいしょ、これですね。結構ハロウィンとかで毎年コスプレを結構やってて、はいはい、妹とかと。でもやっぱそれ以降着ないじゃないですか。なんかお気に入りとかあるんですか、その中で。ポリスですかね。あ、ポリス。はい。ちょっと着てもらうこととかって。いいですよ、めっちゃ久しぶりに着る。本当ですか。はい。こちらもテレビ初公開、ミニスカポリスにコスプレした森かすみがこちら。悪いことしちゃダメだぞ。どうですか着てみて。めっちゃ久しぶりに来たけど入ってよかったです。いつ頃買ったんですかこれは。いつだったっけな、ハロウィンの時、大学生とかですかね。よかったです、サイズ変わってなくて。なんか一個もらってもいいですか、コメント。かわいいやつ一つ。続いては台所の前に、お片付けとは関係ありませんが、どうしてもお見せしたい趣味の棚。ここです。はい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 。あ、これは何ですか。そう、これセーラームーンなんですけど、私大好きで、はい、これは全部 UFO キャッチャーで撮りました。結構大変でした。揃えるのが。昔から好きなんですか。めちゃくちゃ好きです。もうちっちゃい時本当セーラームーンになりたかったんで、幼き頃の憧れですね、セーラームーンは。この下のやつは。あ、これは自分の写真集と、あとはこの先輩方のエッセイを熟読させていただいております。いいなと思った言葉とか、なんかこう胸に留めておきたいなと思ったものを付箋入れて、ちょっと後で読み返すようにしてます。森かすみの自宅すっきり片付け、続いては台所。料理はされてるんですか。
見逃し配信は TVer、アベマでチェック。